こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回は白洲水産で千丸野手いきましょう。で、イベントデッキがこんな感じです。七井くん、進む、ルシファー、なるみ、なぎちゃんで、みやびと。リベンジデッキです。いきましょう。で、公開しているかわかんないんですが、このデッキは2回目の挑戦になりますと。で、1回目盆栽で簡単に走ってみて結構うまくいったんですよね、手応え的には。ただまあ、あのいつものあれですね、波動を殺されってやつですね、を食らってしまって、まああまり形にできなかったと。なので今回は千丸で、まあ、ある程度手応えもあったので千丸でリベンジしたいなという感じでございます。うわ、すっげー強いすっげー強い。やっぱ練習効果アップ組技術ボーナスってなんか恐ろしい技術が入ってきますね。で、技術の供給はもうほぼ心配しなくてよくて、まあ心配しなきゃいけないのはやっぱり筋力がうまく入ってくるかどうかっていうところだと思います。で、これまあこっちなんだよな、しゃあない。まあいいでしょう。絶対に取らないコツが来なければもう何でもいいですね、正直。ちょっとそろそろなぎちゃんいいやつくんない？くれません。お、でも割とこれはメンタル嬉しいっすね。こういう美味しいメンタルをいかにうまく踏めるかで結構その立ち回りというか結果が変わってくるので、まあこの辺は嬉しいですね。普通にメンタル組がいないんでね、このデッキは。ブロック、まあまあまあ1回なら許せる。しかもブロックだしね。取ろう、ブロックしよう、ブロックブロック、はい。うん、オッケーオッケー、バントナイス。いいっすね、体力回復。前で走ってほしい。あと今ほぼほぼ行くからな、前が結構窮屈なんですよね。前が窮屈デッキなんだよな。なるみ、はい。やばい、守備ばっか行くな。ここはメンタル行くっきゃないの。筋力が欲しいんですけど、7位からは。やっぱ序盤は体力をねしっかりとね。なるみ、まあなるみだな。荒ぶってるうちは踏みたいですからね。バッキ打ちか。よっしゃ、これでなぎちゃんの評価が上がったりしたらもう神なんだけど。35はいけちゃうね。ほぼ完全放置してるけど大丈夫かな。意外性か、ちょっと2回掴むと結構ウームとはなるけど、盗塁アシストはいくか。つうかヒムヤもいくか。うん、チビ職人。チームはかなり強くはなってると思いますけどね。
さあ、よしかな。おー、意外性取ろうかな。まあまあちょっと早いね。筋力をください。あー、勝った。高い。お、いいですね。自然にナギちゃんの評価が上がりました。これバス停前にしとくか。全部強いもんね。いいですね。印象が足りないよね。どう見ても。あとは体力の温存という意味でも。うん、ここは最大値上げましょう。頼んだ。さすがに勝てるでしょう。チームランク D にしてありますね。OK。よし、いいですね。セクイチは結構順調かなと思います。体力回復。うん、ナギちゃんと言ってるね。さすが踏んでもいいな、これ。体力の回復も気になるけど、普通に1回っていうの。うん、いいですね。キャプター一番欲しいの来ましたね。この体力消費はちょっときつい。あー、これは何来てほしいな。これだったらもう無兵。そこら中で光った。なんという運のなさ。よし、ファーでいいでしょう。外線も行く。そろそろ引いてもおかしくない頃だぞ。これクリスマス来ねえんだよなっていうのもあるけど、これは逃せない。パワーナイス、さよなら。ちょっとマジでナギそろそろ踏まないとお話にならないぞ。7行きましょうかね。いや、いいか。休んで2回練習しよう。よし。あー、しゃあないや。マジか。こっち来るか。わー、一応いるんだけどな。しゃあないっすね。
んー、ちょっともったいないですね、これは。無理くり間に合わせた感じですね。うわー、失敗した。しかも、もうこれでいい子つかなかったら恨むぞ。うん、オッケーオッケー。ハズレは引いてないね。絶戦ですね。おーほーい。なぎのすけ全く仕事しない。よし、筋力は結構集まってますね。うん、これは持っておきたい。体力の回復っていう意味だね。マイベそこそこですね。うわ、すばら。いいですね、マイビーですね。デートする？あー、なぎでいいっすね、これ普通に。これでいいよ。ラバールド一発逆転？それでいいよ。さすがに北摂ぐらいは勝てるだろ。バントもう取るか。意外性はちょっともう一丁あるからね。接戦と連打。あ、連打は間違いない。カタプルー、難しい。よしよし、おー、危ねー。もう泣きそうだった、さすがに。いや、もうナギの正月とクリスマスミスってるんで、それだけで48飛んでるんで、オールが200点飛んでるんで、ちょっとマジでこれは負けられなかった。うん、まあ大体3000点ぐらいのペースですね。タックも1回だけで機械の方が入ったので、筋力で結構それは大きかったですね。70いけない、これ。千丸なら。さすがセンスがある。選手が違うね。意外性待ちでしょ。リベンジ行きましょう。おお、インコースか。まあいいでしょう。よし、よくやった。肩56、まあいいかな、上げても。足まで上がってるしね。おお、ギリ。意外性も取れる。そしてインコース取れてねえや。ささやき破りっすね。当たり。
よーし、なるみナイス、最近成功する、いいタイミングっすね。お、いいよ、ルシファーナイス、強い、タックが強い、どこ行っても強いっすね。頼む、よっしゃー、このイベントが起きるだけでクリスマス許せるわ。ちょっと守備に寄り始めてますね。なんでこっちのアルミ行きましょうか。オッケーオッケー、盛り返せるぞ。まだインコースは重いか、ちょっと欲しいコツがありすぎていかんと奪えない。カタカセブンナイス、やめて、お、ムード頼む、あーもう取ったかな、負けた、あー嬉しすぎる、それはそれは嬉しみだね、ありがとう、嬉しかった、仕事するね君は。呼吸生還ナイス、いやー素晴らしい、なんという素晴らしさだそれ。ちょっとでもそろそろ能力上げて踏まないと、マジでなかなかこう伸びないぞ。ちょっと敏捷は使えないや、正直。ライダーの神様もらえるかな。呼吸だ。いいタイミングの回復っすね。そしてまたマイベがちょっと走ってない感がある。トイレは絶対行くからな、これ。なんということだ。守備が A ランクに到達してしまった。はい、エースです。まあ、片守備で踏んでるもんな。そりゃ行くよねって感じ。はい、コツはいい感じですね。まあ、プルが一回掴まされましたけど、まあ、悪くないっすね。よっしゃ、ミート、ロボ引か。あー、守備がない。これ、お安いな。まあ行くしかないですね。もうこの際レザビでもコツつかめればいいんじゃない。クーダン、お、いいっすね。うわ強、これはスッスです。なんか100も入るんだったらミートあげればいいんじゃない。かくらんか、抑えられるね。あーもうロボ費やめて、またコツがロボ費ロボ費プル費です、ね、きつい、ね、負けた。まあ総力 G だからな。素晴らしい。そっか、ロボヒロボヒ、情熱エールと上り竜マイベだな。やっぱタッ
きまで走ってたんだけどな、急に急に、うわー、急に動きを止めるし来ないし、ナイス、ストライクショット、もろた、連打これで取れるな。ちょっとコツだな、コツが微妙な感じになってきちゃったな。31、ここは行った方がいいでしょう。行けるかな、うわー、いけねー。しかもこれに行くとすごく微妙になる体力が、7位は行きたいんだけど、デートするしかない、進んでないですしね、デート。大量これ勝たしてくれ、印象ほんと肩上げたせいで全然ない。嘘やろ、それはきつい。いやー、ちょ、もう勝ったって喉からこうでかかったところで負けましたね。あー、ちょっとそれは勝たせてほしかったな。前べこね、うわー強いな、強くて震えるわ。長尻、まあいいでしょう。よし、2回目もう進むがいいでしょうね。そう、厳選するか、精神使う、競争心、ちょっとバランスを崩しかねないけど、いいな、臨床もないしね。よし、パワーヒー、うん、これは守備でいいね。シュビシュビ、そしてロボヒ、くっそ悔しい、あーくそー、めっちゃ悔しいな、これな。あー、これどうしようかな、強い、うわ、これも強い、重なりすぎて、デート3回あるんじゃないの、強ー、ここに来てタックの嵐だな。おほー、覚醒かと思った、マイベ欲しいな、強っ。
ここに来てタックがちょっとハマり始めてますね。体力ない時にタック来るだろうね、本当に。まだ広角と阿部ひまだだと思いますね。チャンスとかあとは打球のわあ、コツが来ないとさすがに取れないですね。いいコースだな。さすがにパンチつけてればまあそこそこ打てますね。ああ、前目来ないな。困ってしまいましたね、この前目来ない感じは。もう進むアウトじゃないか。下手したな。うん、なんか強いんですけど、やっぱ前手がなかなか走らなくそうですね。ただいって金でバズしたら走んないからな、狙いが。まあ、この一気なら、たとえに振るのがでもいいかな。後ろはめっちゃ余裕ありますもんね。彼女ない気だし、それでもいい気がしてきた。これ宮城でもいいな。バランス上げられるからね。39、うん、とか言ってる場合じゃないや。頼む。もうナギデートもしなきゃいけないから勝手に来てくれ。フルナガだったら気にしなくていいしな。ロボヒ介護とかも伝説のさよならだし、このデッキに合ってるかもしれないですね。よりやる気組ですし、そうしよう。その方が強そうだな。デートじゃねえや。告白がどうなるかわかんないですけど、あとで5増えるんで。その方が強そうよ。オッケー。
うん、ちょっとなんかちょっとずつデッキが見えてきますね。進む、頼む、ほい、お、終わってんのかなこれ。あ、終わってない。くそー、いけるんだが、いけるんだが、あと一歩遅かった。コツがまだ足りないのと、まあ守備でしょうね。今回はレーザービームでしょうね、ほぼおそらく。ツーアウトランナーなしという場面で、セリタ第9高速スライダーボール、まずはインコース低め投げと打った。あとはまあフルナガの方がイベント完走が見込めそうなんで、テーブル的にも強いからいいかなとは思うんですけど、結構不安なのがフルナガって強いんですよね、基礎能力そこそこなんで、どれくらいまあ踏めるかなと、青骨をねっていう不安はあります。シラスリードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面でセリタ打った、これは強烈、いった、場外。シラス、チクショー、こんちくしょう、踏むとこないんだ。でもこのクソってよく言ったな。シュート、守備ばっかりやな。なんか見た目は綺麗になってきましたね。アーベヒ降格チャンス、厳しい、厳しいの一言です。ワンアウトランナー一塁という場面でセリタ投げた、打ちました、痛烈、いった、入った入った。シラスリードで迎える3回です。にしてもシラス楽しいっすね、やっぱりシラスのこのおみくじ的な感じの青骨も好きですし、ある程度の選手がバシッとできるのもいいところですね。今日2打席連続でホームランを放っている。なんか進んで全然運用できるんじゃないかな。シラス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターはセリタ。なんかもう本当に精神練習にこうどれくらいうまく選手がいいタイミングで集まるかにかなりサクセスが左右されるんですけど、まあ強いっすね普通にと思うけどな。まあ、逆ヘッド取れないのはあれだけどね。うん、これちょっとワンチャンかけて妄想しようかな。どうせこれも C のすげえ。すげえ綺麗。守備。ほんと守備しか来んな、このサクセス。うわぁ、A 乗らんよなぁ、そりゃ。大体わかりました。シラス追う展開で迎える1回です。ワンアウトランナー1塁という場面。お、よく打てたな、よく打てたな僕よく打てたな僕。シラス、そして負けそうなスタイル。先ほどツーランホームランを放って打った、これは強烈、入れば同点だ、入った、入った。シラスリードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面でセリ、なんかバシバシ打てますね、変化球スライダー。シラス追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁と。わっと。今日5打点を挙げています。第2球投げました。外、外れてボール。カウントはワンボールワンストライクです。投げました。ファール。投球これから4球目。
いいボールだね。カウンター2ボール2ストライク投げました。さすがに広角ないと無理だ。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。結局シラスダメ押しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でセリ、シラス一本打ってバッと越えた。うん、大体こう感覚的なものは割と強そうな感じしますけどね。フルナが入れたらめっちゃ強いんじゃないかな。練習申し分ないんだけど。七井先輩広角か、あれがいいな。リズスタンデンやでんね。レザビレザビをここでくれるか。そしてまた肩なんでチームランクへいかんな。うわという感じのサクセスだな。これとこれ取んなきゃいけないからね。お、喫煙者が2000万人を割り込む話が舞い込んできましたが、このままいきます。お待たせ、全国の今日はその通知切ってないんですよね。まあなんか生放送みたいになっちゃうな、喋りが。最近生放送ばっかりしてるから。第2球投げました。人から電話待ってて通知切れないんですよね今日。第3球を投げました。おわー、ナイス。自画自賛ホームラン。シラスリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っているセリタ。ナナイじゃなくてフルナガだな。フルナガではない。第2球投げた。とても強そうです。やる気勾配100積んだらこの出来は。ボールノーストライクです。投げた。僕はもう本当にやる気信者なんで。次は4球目投げた。内角低め見送ってストライク。ここは1球見ました。投げた。左中間へ上がった。レフトの後ろ、ワンバウンドヒットになった。やばい。同点で迎える5回です。今日2本のヒットを放っているセリタ。これはいい当たりだ。いったー、入った入った。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面でセリタ、今日3打点を挙げています。投げた、打った、これは強烈、いったー、入った入った。なんとか試合はまとめられましたね。ここからだな。技術足んねえな。レザビー。まあこんなもんでしょうね。もう圧倒的に技術ないなって感じだもんな。プロヒ4かですよね。取れないや、もろもろ取れないや。うわー、金徳が取れません。私情熱、まあ鶴瓶さんにしとくか。もういっぱいいっぱいだな。あ、鶴瓶さんやめよう。鶴瓶さんやめたら高速レーザーが重いのかな。どう考えてもじゃあ高速レーザーと鶴瓶さんに入って、いやー、うん、この方がいいね。あとなんか取れるのかわからないけど、フルヒか、フルヒロボヒという地獄。
うん、まあこのもんでしょう。ちょっと金徳がしっかりと取り切れてないのでこんなもんでしたけど、なかなかこう可能性を感じるサクセスにはなったかなと個人的には思うので、まあ、やっぱ古長にしてしっかり金徳を取ってこうバシッとしたのを一人やりたいですね。はい、今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんのチャンネル登録高評価いただければ非常に嬉しいです。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければこちらも嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。